さらに自分で主演しているというのも、ザ・ナルシスト・オブ・ラ・ヒューマンであります。それはですね、いろんな理由があって、短編映画を、まあ、作って、ね、まあ、いずれ長編作りたいなと思いながらも、我々映画監督の、実習映画監督というのは、短編を作る方がいいのかなったりするんで、短編を作っていくんですが、その3年ぐらい前に、もう本当に総力を結集して、100年の謝罪というのを、100年間を20分でやるという作品を作って、なんか割とやりたいことをその中で牛詰めしたんですね。それで、その後に何か撮ろうと思った時に、僕もともとの俳優になりたくてアメリカに一度行った口なんです。その時の気持ちをちょっと思い出したりして、あ、そうだと思って、久しぶりにこう、ちょっとカメラの前に立ってみたいな、久しぶりというかやってみて、どうなるかなっていうことなんかも考えて、そうするとね、俳優さんが一人で受けるから、体が安くするし、それもなんか別のね、今回ちょっとカラコレの方をこだわってみたかったんで、カラコレの人のギャラを浮かすために自分で出たというところも、あります。そんな感じですかね。作品の内容としては別にあんまり言うのもあれなんですが、なんていうか、自分の日常の中にね、仕事してる間に自分の感情っていうものが分からなくなっちゃうことって、なんか現代の日本人にはあるような気がしてて、であることがきっかけで、自分の感情に気づくことができる、そんな感じの話だと思います。楽しみにいただけるようさです。
this is called a rock, paper, scissors. Look, it's okay. It's nothing to do. Look, I was just trying to. No. Look, I was just trying to. Cross the road.
times ago. Thank you.
まあ、結局みんなが知ってるのはベネチアなんで、ベネチアをちょっといつもこうプロフィールの一番人が、ね、読むのって最初の方ぐらいだから、そこにこうベネチアの単語を読むのに知ってます。そうですね、それはね優先ですね。その何か一番昔短編コンペがあって66回ぐらいの短編コンペがあって、その短編コンペで入選したのはこれではなく、あの別の自転車という、今もあのネットで見れるんで、よかったら自転車っていう英語でそのままローマ字で自転車っていう検索すれば出てくるかなって言ってしまうんですね。あ、自転車はどういうんですか？あ、いいですよ。自転車はあの、それは何だろうかな。あ、そう、あの自分の持ってる自転車がちょっとずつ盗まれているっていうお話で、それで ある日こう本当にね、呼び鈴だけ残されるんですよ。で、どうしたのかなと思ってると、自分の家に住所のリストが届いて、近いところ行ってみるとその自転車の部品が1個だけあるんですよ。で、そのいろんな訪ねてる自転車の部品を回収して、見立て直さなきゃいけないっていう、まあ、すごい単純な話なんですけども、一つのそれが、まあまあ、メタファーじゃメタファーで、いつの間にか自分っていう人間がただ生きただけでバラバラにされていて、それを組み立て直さなきゃいけなかったんだねっていう、そんな話なんですね。ですね。そうなんです。で、今日今見ていただいた作品なんかはもうちょっとこう、僕があんまりその映像作家的なことはこうできなかったし、向いてないって自分ちょっと思い込んできたところがあって、いつも言葉の方に逃げてたんですね。逆にセリフでいろいろやってきたんですけども、今回はちょっと頑張って映像でもうちょっとストーリーでできるんじゃないかと、なのでこう構図の繰り返しだったり、そのね、先生も本当に毎日リピートしている人なので、リピートっていう単語でいろいろ全部統一できないかと思って、音楽の一人も出したディレクションは分かりやすいメロディーがすごい感じられるようにしてほしいとか、ここのメタルも撮影監督の方に同じ方法で取り返すんですけど、そういうディスカッションを繰り返していただいてきました。そうすると繰り返すと、あの本当最初に見たのとどう違うところが教えるかっていうやつで、その細かな違いとかも、後半は、ね、同じ構図だけれども、実はちょっと色が前半なんかは割と青が強いんですけども、一回遊園地に戻っては、その向こうのシーンにちょっと赤が出されて、トータルとしては紫っぽい雰囲気になっているんですよ。そこで自分のこうなんだろう、少し取り戻し始めた感情みたいなものを気づいて、最後までというふうに見えればいいんですけどね。そのこう映像的なことも今までの中では置いてI'm just kidding.
くださった舞台なんか特にそのミルクさんの方がもうすごい力を入れて、そういうのを繰り返しやってたら、シーラさんのダークな世界観だとか、ツイッターでこう、ね、リツイートしてくれる人たちがコメントされて、この人すごい病んでて面白いみたいな言われ方して、いや、違う、別にそういうわけではないと思って、なんか若干この作品を見ていただいたのは、それに対する、もうそんなにも病んでることに変えようみたいな世界観ではない、人のポテンシャルだったり、この人の場合は、自分が孤独だって気づけることが多分成長だと思うんですね。でも僕は本当はちょっとこれ、なんだろうな、俯瞰するとちょっとユーモアもあると思ってて、感情表現を教えてる人本人が表現してしまうっていう、一番ね、泣きたくない場面になっちゃうっていうあたりなんかも、少しちょっと何なのかな、もしかしたら近づいてるかも。結構ダンスの部分の作品の中にヒントっていうのがあるので、今日お見せくださった映像がすごく綺麗だったので、そうですね、唯一ちょっと自分のそのダークの部分捨てきれなかったのが、シングルマザーと娘の2人にその、DV があったらしいよっていう話がさっと入ってて、そのリーダーを決めるときにじゃんけんしようとしたら、女の子が言うちゃったってところがありますよね。それぐらい彼女たちにとっては今のような日常だったから恨まれちゃう。まあでもあのテイクはね、うまくいく、なかなかうまくいかなくて、その女の子がやっぱり、ね、作中とは違って幸せな家庭環境だから、こんなことやってひるむのやりすぎて不足したくて見えちゃって、でテイク重ねていくうちにだんだん僕の手の上げ方がね、いよいよジャンプじゃなくなってくる。こんな風に上げちゃう、そのリアクション引き出すために、それで、ね、リアルじゃなくなってきて、結局ね、2回目ぐらいのテープを使ってるんですけど、まあそんなもんじゃないですね。ちょっと時間はない、最後にこのちょっと2月に公開する映画があるので、よかったらこの予告編を流させていただければと思います。精液に精子がない状態です。精子がない？精子ありません。子供のお父さんってどんな感じで？ゆかりさんに何か言われたんだ？担任に相談して、でお兄さんに相談して、いや、相談しないんですよ。俺は相談って。いや、なんでだよ、この人だって相談していく。子供に見せたいんでしょ。言うの希望もあるじゃん。そうそうそう、ピーナ、俺それやりたいんだよ。まったかの池に突き落とされたのよ。亮太君は個性がありますから、国会の年齢だとポスターだけで仲間外れにされたりするんです。仲間外れだけじゃないですよね。会ってやってもっといじめられることになるんでしょ。おめでとう、おめでとうって言ってくれたんだって、みんなでハッピーハッピーじゃない。自分のダッチでですね、人間の予想です。ロサンゼルス
けんじゃねっていうね感じなので、よかったら見てください。もうちょっとね、ミキヤさんが絶賛してくれたタイプの病んでる部分もよく入っているので楽しんでいただけるんじゃないかと思います。そうですね、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。All right.